新入社員に伝えたい最高の自分を発揮して最高の結果を手に入れるための7つの行動習慣そういうことですよねはい、こんにちはライフコーチのミスターオカッチです今日も来てくれてありがとうございます今回のテーマは入社3年で結果を出すための行動習慣パート2ですパート1をまだ見ていない方はこの動画を見た後にご覧ください 会社でうまくやっていけるかなそんな不安を抱えている学生さんめちゃめちゃ毎日頑張ってるけど全然思うような結果が出えへんそのような悩みを抱えている新入社員のあなたそんなあなたのためにこの動画を作りました努力することや一生懸命やることはめちゃくちゃ大事なんですけども間違った努力をしていると結果は出ません そして結果はは出なないいかからら周りからは信頼されないで仕事も楽しくなくなってつまらなくなって燃え尽きてしまいますしっかりと流れを読んで正しいポイントで正しく努力することで楽にストレスなく自分の力を発揮できるそして周りからも信頼されて望んでいる結果を手に入れられる今回は これまで1万人以上の方に職場で自己発揮するための教育を提供してきたプロコーチの目線で新入社員の成り立てのあなたが職場で自分の実力を発揮して望んでいる結果を手に入れるための行動習慣を厳選して7つ紹介させていただきます。この動画を最後まで見ていただければ あなたが持っている魅力や才能そして専門知識をあなたの職場で発揮することができて望んでいる結果を手に入れることができますそして周りからも信頼されてあなたがやりたいことをあなたの職場でできるようになるんですですので最後までご視聴ください このチャンネルではあなたがあなたらしく働きあなたらしく生きるための行動習慣ライフスキルそして考え方を紹介しています興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくださいあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいそれでは早速紹介します入社3年で結果を出すための7つの行動習慣1だからこそ2 意見と事実を分ける3アイメッセージで伝える4プラン C を想像する5成功ストーリーから逆算する6町のイベントに参加する7メンターを見つける1だからこそ変化をチャンスに入社して3年はとにかく自分ができる仕事よりも できない仕事をする時間の方が圧倒的に多いです。初めての仕事、新しい仕事、やったことないこと、自分が苦手なこと、できないこと、なんで俺がこんなことやらなあかんねんって思うようなことまで、そんなことがたくさんあなたのもとにやってきます。僕もそうでした。なんやこれ、やったことない。そんな仕事で溢れていました。仕事で追われていたんです。で、その時に、 新しい仕事をやるときにどのように考えてどのように行動するのかそれがこれから先伸びていくのかそれとも伸びていかないのかを決定するんです入社3年で成長しそして結果を出す社員は新しい仕事をするときにだからこそ○○ができるこれを口癖にしてるんです ブラインドタッチができない。僕にはこの仕事向いていないのかなではなくて、ブラインドタッチができない。だからこそ、今、学ぶときなんだ。企画案が通らなかった。今までやってきた努力が水の泡や。ではなくて、企画案が通らなかった。だからこそ、今、この企画案をさらに良くするチャンスなんだ。上司に、 お前のプレゼンは分かりにくい。そういうふうに怒られた。きっと上司は僕のことが嫌いなんだ。ではなくて上司に怒られた。だから今上司がどんなことを求めているのか理解できた。こんな感じで 今起こってる不安や心配、この状況の中でどんなことが学べるだろうっていうことを考えていく。そして学べることを見つける。そういう視点を持つことが大切なんです。上司の説明が悪いね。なんで俺がこの仕事をやらなあかんね。あのお客さんは文句ばっかり言ってくるクレーマーや。 こんな感じで、周りのせいにして、他人のせいにして、環境のせいにして、それはめちゃくちゃ簡単です。もしかしたら楽かもしれへん。でもそんな楽な環境では、 成長することはありませんその環境の中でどんなことを学べるのか自分ができることは何だったのか自分ができることを見つけるんですなんでその失敗が起きたのかなんでその問題が起きたのかこの新しい仕事をこなすにはどうやったらいいんだろうと今向き合っていることをちゃんと自分が向き合う 自分が背を向けるんじゃなくて、自分が向き合うの。そしてそこから何かを学ぼうとする。そしてそこで学んだことをちゃんと書いて、次の経験に生かす。これがとても大事です。この考え方はとても大事。だからこそ〇〇ができる。失敗するのは当たり前。できないのは当たり前。完璧にやることを上司は求めていない。会社は求めていないんです。やったことに対してどのように振り返ったか。そしてそこからどんな学びを得たのか。それが 会社が求めていることですそれう,う学んだことを次に生かすその視点その意識があればどんな経験でも学びに変わります2意見と事実を切り分ける結果が出ない人は意見が事実になる有名な寓話ですこの国では誰も靴を履いていないから靴は売れません 靴を売る目的でアフリカに派遣された営業マン A からあなたはこのような報告を受けました。もしあなたが上司ならアフリカに行って靴を売りますかまた別の営業マン B からこの国では誰も靴を履いてないから靴が大量に売れます。このような報告を受けました。 あなたが上司ならどうしますか少し受け取り方は変わってきませんか靴を履いていないという事実は一つです。ただ意見はこの話のように人の捉え方によってたくさん生まれます。にもかかわらず結果を出せない人は個人的な一つの意見を事実としてそのまま受け取ります。 自分で事実を見ようとしませんその結果チャンスを逃してしまったり間違った選択をしてしまうことがありますこの話で言えば靴は売れないという営業マンの意見に疑問を持たずアフリカ進出を諦めてしまうのです この情報化社会の中で情報を正しく自分の仕事に活用していくためには情報を受け取るときに何が意見で何が事実なのかしっかりと分けることが大事ですそれを分けた上で自分ならどうするんだろうっていうふうに自分で考えて行動するこれが大切なんです今回は アメリカでフェイクニュースを見分ける時に使われているクラップテスト4つの質問を紹介させていただきますこの4つの質問を自分にもそして相手にも投げかけることで何が意見で何が事実なのかをしっかりと分けて判断しそして行動できるようになりますそれでは先ほど紹介したお話の「この国では誰も靴を履いていないから靴は売れません」 そのような部下の報告に対してクラップテストをやっていきましょう C その情報は最新ですかその国に訪問したのがもしかしたら1年前のことかもしれませんその当時は誰も靴を履いてなかったかもしれませんが現在は状況が変わっている可能性もあります R その情報は信頼できますか 部下は何を根拠にその国の人が靴を履いていないと言っているのかを問うてみましょうその国の全ての村ではなく一部の村の人だけを見て靴を履いていないと判断したかもしれませんそもそも靴を履いていない国では靴が売れないというのは事実でしょうかもしかしたら靴の履き心地の良さを理解してもらえたら靴を買ってもらえる可能性もあるのではないでしょうか A、その情報が得られた情報源は信頼できますか情報源である部下のことを本当に信頼できますか不真面目な営業マンで実際現場を見ていなかったかもしれないし、嘘の報告をしている可能性もあります。P、その情報の目的は何ですかこの部下がそのように報告している目的は何ですか 単身不妊でその国に飛ばされて靴を営業するのが嫌だからそのような報告をしているのかもしれません。自分の判断以上に自分を欺くものはない。芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチの言葉です。 どんな情報を受け取ったとしても、それがたとえ信頼できる家族、親、上司、政府からの情報であったとしても、それは本当なのか、4つの質問、クラップテストをやってみましょう。そして、それをクラップテストをやって、何が意見で何が事実か、ここはあの人の意見だな、あ、これは事実だな、しっ しっかりと分けた上で自分がどうするのか自分の頭で考えて行動するでもし可能であればそれを聞いてそのまま鵜呑みにするんじゃなくて現場に行ってみて自分の目で確かめてみましょう3アイメッセージで伝える相手も自分も大切にするコミュニケーション術コミュニケーションには3つのタイプがあると言われています1つ目児動型のび太くんタイプです 「I am not o k、okay. y o u are o、okay. k ということで自分が言いたいことを言わず相手に言われるがまま行動するこれがのび太くんタイプです。2、攻撃型ジャイアンタイプ「I am o k、okay. y o u are not o、okay. k 私は OK だけどあなたは OK じゃない相手の意見を聞かず相手の権利を認めずに自分の意見を一方的に押し付けるジャイアンタイプ。 3つ目アサーティブ静かちゃんタイプ I am、okay. you are okay. このアサーティブこそ相手も自分も大切にしたコミュニケーションになりますアサーティブとは相手も自分も大切にしながら自分の本音を伝える手法ですこのアサーティブを知る前は僕自身自分が我慢するか相手を無視するか このどちらかしか選択肢はないと思っていましただから自分が言いたいことを言いまくって周りから嫌われた周りから嫌われたから自分が言いたいことを我慢しようと思って苦しくなってストレスがたまったじゃあもう一回自分の言いたいことを言おうと思ってまた嫌われたこの何やろ、えっと、言いたいことを言って嫌われて我慢して苦しくなって嫌われて苦しくなるこんな繰り返しやったように思いますでも安心してください 自分が我慢するか、相手を無視するか、この二つの選択肢以外に第三の選択肢があるんです。相手を傷つけることなく、相手を尊重して、相手の気持ちを大切にしながら自分が思っていることを伝える。そういう手法です。これは生まれ持った性格とか才能とか全く関係ありません。何度も何度も意識してトレーニングしたら誰でも身につけられるコミュニケーションの技術なんです。 このアサーティブコミュニケーションの中で最も効果的で最も簡単にできる技術、それがアイメッセージなんです。このアイメッセージは名前のアイにもある通り、アイ、つまり私を主語にして私の考えや気持ちを伝えるという手法です。その反対はユーメッセージ。あなたを主語にして伝える手法です。 このアイメッセージとユうメッセージを具体例を通じて紹介していきたいと思います。なんであなたはいつも遅刻するのこれは言うメッセージ。時間通りに来てくれなくて私はがっかりしたよ。これはアイメッセージ。書類をしっかり保管しなさい。言うメッセージ。書類を出しっぱなしにしないでしっかり保管してくれると私は安心するんです。これがアイメッセージ。 ゴミを捨ててきてこれはうメッセージ。ゴミを捨ててくれると私はすごく助かるんだけど。アイメッセージ。このようにあなたはまるまるしなさいと命令口調で相手にやってほしい行動を指示するよりも私はがっかりした。私は助かる。私は嬉しい。私は寂しい。 というように自分の気持ちや考えを伝えた方が相手にも伝わりやすいです自分が言いたいことを我慢して何も言わなかったらお互いの関係は深くなっていきませんとはいえ自分の言いたいことだけを言って相手を無視して言うメッセージで命令口調で伝えていると関係が壊れてしまうこともあります ですので、相手の気持ちも大事にしながら、自分の気持ちも伝える、このアイメッセージを使って、どんどんあなたの考え、あなたの気持ちを主張していきましょう。そうすることで、あなた自身が何を考えて、どういう人間なのかっていうのを、相手にも分かってもらいます。そして、命令口調ではないので、まるまるしなさいって言っていないので、相手も反発せずに、冷静に聞くことができます。おすすめです。4。 プラン C を想像する。相手も自分も得をする。第3の選択肢。 いろんな人と一緒に話しいろんな人と働いていると意見が合う人もいれば合わない人もいる価値観が合う人もいれば合わない人もいるそれはそうですよねでそんな時に自分の立場で私が正しいんだって論理立てて根拠を並べて伝えるだけでは相手を同じことをしてしまって対立してしまうつまり平行線でプロジェクト仕事が前に進まないそのようなこともあるでしょうそんな時に つまり意見が合わないとき、そして価値観が合わない人と一緒に仕事をする上で大切なことは何でしょうかはい。これはですね、価値観に違いはあっても間違いはない。価値観に違いはあっても間違いはない。これを徹底して理解することが大切です。私が正しい、あなたが正しいというように、 A か B かではなくて A でも B でもない C を作る想像するということですプラン C を想像するまでに3つのレベルがありますレベル1否定する私は正しいあなたは間違っているそういう立場です遅刻するなんて何事かこのレベルでは 価値観が違う人と衝突してしまい、チームとしていい関係を育むことが難しくなります。レベル2、受け入れる。あなたは正しい。私も正しい。遅刻してもいいし、時間通り来てもいいよ。これがレベル2です。 まあ、レベル2一見一人一人の個性や仕事のスタイルを尊重しているように見えますが一つのプロジェクト一つのゴールに向かって進んでいく上に A も B もではなくどちらかを選択する一つの方向性に決定することも大事な時がありますレベル3想像する私たちにとってはどうしたらいいかこれがレベル3です 具体例を交えて紹介します。A さんと B さんが対立しています。喧嘩をしています。A さんは9時に出社すべきだと考えていて、B さんは別に出社しなくていいと考えています。A さんは言います。9時に出社するのは社会人として当たり前やろ。B さんは言います。それは昔の時代。 今はいつでででももどここ好きなところで仕事をするそれでいいんじゃないですか B さんは言いましたお互いのメリットとデメリットを言い合っているだけでは話は平行線一つの方向性に決めるのが難しいですのでステップ1互いのビジョンを理解するということ A さんは9時に出社すべきだと言っている。その目的、そのビジョンは何なのか。それを理解するということです。9時に出社すべき、その目的は、やるべきことが明確になり、やる気が高まる。そうすることでどんないいことがあるのか。時間を無駄にせず、集中してノルマに取り組める。そんなビジョン、そんな仕事の信念を持っているということがわかりました。それでは B さんはどうでしょう 出社しなくていいそう考えている目的は何でしょうか集中できる場所を自分で選んで仕事の業務の内容に合わせて働ける場所を選択するのがいいんじゃないかっていうのが考えていることですそうすることでどんないいことがあるのか えー、し効率よくノルマを達成できる仕事に合った場所を自分で選択することができストレスなく楽に自分の力を発揮できて効率よくノルマを達成できるそういう考えを持っているということがわ分かりましたそしてステップ2これが大事です、えー、お互いのビジョンや目的を理解し合った後に一つの共通したビジョンを言語化するということです これがステップ2。ビジョンを言語化する。お互いの重なる部分は何でしょうかそれは、無駄なく効率よく仕事ができる環境で、ノルマ達成に全力を尽くすこと。これが A さん、B さん、そして会社が求めているということが分かりました。これがステップ2です。 この段階でお互いの目的とかビジョン、ゴールが一致しない場合は、その人と一緒にチームを組むのはやめた方がいいかもしれません。でも、若手のうちは相手のゴールに合わせることも必要な時もあります。ステップ3、ビジョンを達成するためのプラン C を想像する。そうなんです。一つのビジョンが、 言言葉化されました言語化さされれままししたた語そのビジョンを達成するために一番重要なことは何かそのビジョンを起点にアイディアを一緒に考えていくんです今回の例で言えば時間を無駄にせず効率よく集中して営業ノルマに取り組むこれがビジョンですそのために大事なことは ライングループを作って毎朝9時にやるべきことを全員に共有し進捗があればその都度ラインに報告するそのような案が生まれましたこれは9時に出社すべきだという A 案でもなく出社しなくてもいいという B 案でもないライングループを作るという全く新しいプラン C 第3の選択肢ができたのですこのように お互いの意見を主張し合うだけではなくてそもそも僕たちの目的は何だったのかその目的ビジョンを共有しそしてその目的やビジョンを達成するためにはどうしたらいいのかその視点で話し合うと対立せずにお互いを尊重しながらビジョンを尊重しながらアイデアを出すことができます。 私が正しいあなたが正しいではなくて私もあなたも正しいその上で私たちにとってはどういう選択がいいのでしょうかそれを一緒に考えることそれがチームとして大切なコミュニケーションだと思います成成功ストーリーリから逆算すす。る。完成図を目の前に置くんですこれは僕がサラリーマン時代によく使っていた手法です もう行動する前に先に成功例を作ってしまうんです自分がこれから仕事をして3か月後に大阪市ででっかい場所で成功例を発表するその成功例のタイトルは何かどんなことを話すかどのような問題があってそれに対してどのように考えどのような行動をすることでどういういい結果が生まれたのかそれを行動する前にもう全部先に作っちゃうんです。 もう書くんです紙にねタイトルも内容も全部作ってしまいます完成図を目の前に置いてそこから逆算して行動していく一つの例として大阪支店の全体会議で成功例を発表したことがありましたタイトルはシェア5%がシェア50%になったその取り組みの方法を発表させていただいたんですこれももちろん 発表する3か月も前の段階で全ての筋書きが完成していましたタイトル「シェア5%からシェア50%になるまでの道」問題点は先生との関係の構築ができていない自社製品の特徴をちゃんと理解してもらえていない。 不眠を伴ううつ病には、うつ病患者さんには、他の会社の薬が第一選択。この3つの問題点がありました。この3つの問題点を解決するために僕がやったことは、3個の例。3回の接待と3回の説明会です。1回目の説明会には、 不眠にはうちの会社の薬が効果が高いんですよということを先生に理解してもらうそしてその,その説明会が終わった後の接待は先生のことを理解して僕のことを知ってもらうこれが一発目のアクションです 2回目の説明会では一般的な話ではなくて先生が今困っている患者さんその患者さんの中で不眠があってうつ症状を持っている患者さんを事前に聞いておいてその患者さんに対するうちの会社の使い方を説明するというような説明会でした。 はい、でこの説明会が終わった後の接待は先生と僕だけではなくて先生と僕が共通して知り合いの先生も招いて3人で接待をすることになりましたその目的は普段見れない新しい先生の一面を知るとそうすることでさらに関係を深めることが目的です3回目は1か月間で先生に20例 不眠を伴ううつ病患者さんに使ってもらってその症例報告をうちの会社で来てもらって先生に説明してもらうというものそうすることで先生自身にうちの会社の薬の効果を実感してもらえるという目的がありましたで、えー、その後の接待は上司も交えたお礼の接待です説明会の準備も説明してくれたお礼と先生が使った うちの会社の薬の感触をしっかりと確認することが目的でしたそしてこの3個の例3回のアクションによって先生との信頼関係が深まり 自社製品の特徴を理解してもらえて、不眠を伴ううつ病の患者さんに対して、うちの会社を使ってもらえるようになったんです。そうすることで、シェア5%からシェア50%に上がり、売上も上昇し、僕自身もその月のトップセールスマンとして表彰されました。 もう一度言いますがこの成功例この成功ストーリーは活動する前から全ての物語がもうできていました発表する内容もタイトルも活動もアクションも全てイメージできていましただから僕がやることは簡単です そのイメージできているそのピースを一つ一つ集めて行動して完成に近づけていくということです大きなアクションは3回の説明会と3回の接待これを いつ取得するのかそれをカレンダーに書くだけですその3つのアクションを起点にして活動するそうすることで一つ一つ完成図が見えてきてピースが集まって完成図が見えてきて完成してそして一つの成功物語として発表することができたんです完成図が見えているから目の前にあるからそれに必要なピースを集めることができるんです 努力をしてもなかなか結果が出ない人はもう完成図を描いていない完成図が目の前にない状態で上司から与えられることを後手後手でこなしているだから一生懸命やって頑張っているんだけど何も完成しない。 っていう状態になる言うなれば大阪城の軸装パズルと彦根城の軸装パズルと滋賀城の軸装パズルのピースがぶわってこうばらまけられなんかぶわって散りばっていてそこから一つ一つピースを集めていくいろんなピースがあるから目の前に集まったこれは何の形にもなってないたくさんピースは集まってるけど何,のかん何も完成してない形にはなってないまさにこういう状態なんですよ。だから大事なことははまずは どんな完成図を作りたいのか大阪城なのか彦根城なのかどんな結果を得たいのかって自分で明確にするで明確にしてその完成図を目の前に置くそしてそれをしっかりと見ながら見ながら必要なピースを集めていくだから完成するんです結果が出るんですよ大切なことは想像することですイメージすることですどんなことを作りたいのかどんな結果を手に入れたいのかそれを例えばね あなた、今から3ヶ月後に視点の全体会議で成功例を発表することになりました。何を発表していますかあなたが今抱えているその問題それがどのように解決しましたかどのように解決されたかそのタイトルは何ですかそしてどんな問題点があってその問題点に対してどういう取り組みをしましたか そしてあなたはどういうふうにそれを語っていますかその筋書きを全部作ってしまう。そして作ってしまって目の前に置く。これがとても大事なんです。それを作るっていうのを何やろう、イメージできるように写真をね、写真を貼ってもええし、言葉を書いてもいい。僕の例で言えばシェア5%から50%までの道、3個の例。 とかね、3回の接待と3回の説明会ってことキーワードで、ね、目の前に貼っておくんですよ。そうすればイメージできる忘れない日々忙しいことをこなしている中でも忘れずに取り組めるんです。 もちろん仕事をしていると想定外のことが起きたり予定しなかった仕事を任されることもあるだからその仕事に対しては柔軟に対応することも必要ですでもそれはもう一つ上のレベルの話です新入社員のあなたはまずはどんな仕事をしたいのか想像する完成図を目の前に置くということそしてその完成しているあなたの3か月後の状態をあなた自身が語れるようにする 物語語として語れるるようにするそうすればそれがはっきりとイメージできてやるべきことが成功図から逆算で明確になります3ヶ月後には3回の接待と3回の説明会が終わっているそのためには、えー、っと2ヶ月前には2回目の接待しなあかん1ヶ月前には1回目の接待しなあかんって逆算したらやるべきことが見えてくる今ここのカレンダー今日のトゥードゥリストにやるべきことが見えてくるんです成功例から逆算して今やるべき今日のカレンダー カレンダーににかけるる状態にするそれがとても大事なんです想像するイメージする想像したことイメージしたことは形になります6街のイベントに参加するいろんな人の生き方に触れて自分の人生の軸を明確にする目の前のノルマやるべきことを一生懸命120%の力を使って全力でやることこれはとても大事なことです でもそれと同時に20代のうちにこれからの人生どのように生きていくのかどのように働いていくのか誰と暮らしどこに住みそしてどのような人生を歩んでいくのか人生の目的人生のビジョン働くミッションそれを明確にすることも大事なんですただ 同じ仕事をして同じ人と会って同じ場所で同じことをやっているとなかなかそれが見えてこなかったりする価値観がどんどん狭くなってくることもあるんです僕自身新卒で製薬会社の MR お薬の営業マンという仕事をすることになって最初はやりがいがありました。 これは患者さんの命を救う仕事なんだ苦しみを解放させるそのような仕事をやっているなんて誇り高い仕事なんだとやりがいを持って頑張っていました。でも3年経った時 何のためにやってるんやろこの先何があるんやろうって分からなくなったことがあったんです5個上15個上20個上の部長課長支店長の人生を見た時に僕自身がその人生を歩んでいきたいなとは思わなかったもちろんその人はその人で幸せだと思いますでも僕自身がそのレールに行くとなると違うなと思ったんですじゃあ僕は どういういいい生きき方をしていきたいのか何のために働いているんだろう何のために生きているんだろう人生で初めて本気で考えましたそんな迷っていた時に大きなヒントになったのがののプロフェッショナルとの出会いです、えー、僕はその時ストリートダンスをやっていたんですね でダンスを通じて和歌山という地域を活性化するいろんなプロジェクトやイベントを当時の仲間と一緒にやっていました初めはクラブハウスというちっちゃい箱でやるイベントやったんですけどもそのうちちょっとずつちょっとちょっと,ちょっと規模がね大きくなって今度は和歌山のストリートのど真ん中でストリートアーティストを集めた、えー、地域活性化イベントをやろうってなったんですそうなるとね 和歌山のど真ん中で言った和歌山城ですよ和歌山城でイベントをやるとなると行政とも連携しなあかんしお金も足らんからいろんな企業さんにも協力してもらうことが必要やもちろん人でも足らへん仲間も集めないといけないそこで僕たちは企画書を作ってそして行政にもプレゼンしに行きいろんな企業さんにもスーツを着て自分たちの思いを語りましたでその時に思ってもいなかったことなんですけど 大人たたたちちが僕たちの声を聞いてくれたんですよストイートダンサーで言ったらなんかね地位が低くてなんか若者のチャラチャラしてる人なんかやってるんやろうみたいなイメージにで見られてるんかなと思ってたんですよでも僕たちが一生懸命作った企画書をちゃんと見てくれて僕たちの言葉を聞いてくれたまずそれがとても嬉しかったですそして俺もやる俺もやるっていろんな人がいろんな形で協力してくれたんです。 和歌山城でのステージを組むという組む,組むのに必要な、えー、大工さんであったり建設会社の社長であったり。 お金が必要なら協賛すると言ってくれた居酒屋レストラン、個人事業で活躍している方、そしてチラシを作るとなったらそれに必要なデザイナーの方、俺が作ると、写真も必要やろ、カメラマンも来てくれました。いろんなプロフェッショナルが一つのイベント、一つの目的のためにみんな力を貸してくれて、みんなで一緒に一つの作品を作るということをやったんですよ。その過程の中で、 こんな考え方あったんやこんな生き方あったんやっていろんな考え方や生き方に触れることができましたあこの人はこういうふうに生きてるんだないい大学行っていい会社に行ってそこで出世するだけが幸せやと思っていたそうじゃない。 人の人生、生き方、働き方っていうのは人の数だけある。その中で自分自身がどういうふうに生きていきたいのか、どういうふうに働いていきたいのか、自分自身で決めるんや。そういう考えができてきたんです。そして、そのプロジェクトプロジェクトの最中でも一緒に飲みに行ったり、一緒に語り合ったりしながら、少しずつ自分の人生が明確になりました。そして見えたんです。僕はどういうふうに生きていきたいのか。それは 選択できる人生を歩んでいきたい好きな場所で好きな人と好きな時に好きなことをやって生きていくそういう人生を歩んでいきたいという大きな大きな柱が見えたんですその時はどんな商品を売るのかどんなサービスをするのか僕自身が選ぶことはできません会社から与えられた商品言われたサービスを販売しないといけないどこで住むのか選べない 会社から行けって言われたらその土地で働くことが求められます誰と働くのかも選べない何時に働くのかもさえも選べない何もかも自分で選択できていないなって気づいたんです現状に気づきそしてゴールが見えたそうそのゴールに気づかせゴールが見えたのはゴールを気づかせてくれたのは街にいるプロフェッショナルですいろんな働き方いろんな考えいろんな生き方をしているプロフェッショナルとの出会いが 自分の一つのレールを作ってくれるきっかけになったんです目の前の仕事一生懸命そして本気でやるこれはとても大事なことですでも目の前のその一点に集中しすぎると自分の人生のレールから外れていることに自分自身が気づかなくなることがあるんですだからこそ一生懸命やりつつ仕事とは関係ない人と積極的に交流することがとても大事です おすすめなのがまずは街のイベントに参加すするとということですそのイベントは主催者の思いによって一つの作品一つのコンテンツが作られています。 その一つのコンテンツが作られるにはいろんなプロフェッショナルの力があってできているんです。だからまずはそういうイベントに参加してみる。そして参加してみたらできればその主催者の人と話してみるのはどうでしょうか。そして話してみてそのイベントの趣旨やコンセプトが素敵やな、かっこええなって思ったらその主催者メンバーに加わってボランティアとして活動するのはとてもおすすめです。 街のイベントに参加する。街にダイブする。そうすれば、自分らしい生き方、働き方が見えてくると思います。七つ目、これが最後です。メンターを見つける。登りたい山があるなら、登った人に聞く。自分がやりたいことは自分の中にある。それを実現する方法は自分の外にある。 あなたがアメリカに行きたいのか、インドに行きたいのか、大阪に行きたいのか、白浜に行きたいのか、それはあなた自身が決めること。でもね、例えばアメリカに行きたいってなったとして、アメリカに行くために飛行機を一から開発することはせんでええねん。今から走る練習をしても海を越えることはできへんねん。 飛行機というものがもう開発されてるんだからそれに乗ったらいいね飛行機のチケットを取ればそれだけで楽にストレスなく行きたいところに行けるメンターとはまさにあなたにアメリカに行きたいんやったら飛行機に乗ったらいいよと教えてくれる人です将来の理想の姿あなたのロールモデルです あなたがやりたいことをすでに叶えている人あなたが登りたい山をすでに登っている人だからその登るための道のりを知っている人それがメンターになりますやりたいことは自分で決めるそしてその実現方法はメンターに聞いたらいいんですどんなことでも大丈夫です説明会を上手にする方法プレゼンの方法でも OK やし企画書をえー作る方法でも OK そして 顧客にイエスと言われるような営業トークなどなど自分で考えるこれも大事だけどもうすでにその答えを持っている人っていうのはもうこの世界中にいやあなたの職場の中にいるんですよだからその人に教えを請うその人に聞いたらいいんですだから仕事で出会う身近な人の中であなたが憧れるような人を見つけてください 何か一つでもこの部分だけ惹かれるっていうのでも OK なんですよあの人の説明会のやり方かっこええなとかあの人のコミュニケーションの方法バッチグーやなとかあの人の漢字の挨拶いけてるなとかなんかその人の一部だけ惹かれるっていう部分だけでも OK ですでそういう人を見つけたらできるだけその人と時間を過ごしてくださいもちろん 教えてください、教えてください、僕に与えてくださいって、それくれくれ政治になってたら、その先輩やメンターの人にも嫌な顔をされてしまいます。だから、与えて、与えてだけじゃなくて、自分ができることをメンターにするということ、自分が与えるということも大事なんです。何かできることはあるはずです。 どんな些細なことでも OK コンビニでねちょっと高いチョコレートを買って先輩1個どうですかとか先輩がやってる雑用をちょっと僕も手伝いますよとか引っ越しの手伝いをやったりとか何かできることはあるはずなんです先輩のためにその憧れの人のために自分ができることを探してその人のために何か1つ何か2ついや3つできることをやりましょうそうすれば向こうからも与えてくれるようになります教えてもらえるようになります もちろん先輩から教わったことをやってみてどうだったのかその報告をすることは絶対忘れないそして先輩から誰か人を紹介してもらったらその人と何か進展があったらそれを報告するということこれも大事なことですとにかく こ,のこんな人になりたいという理想の人を見つけたらその人に教えを請うその人は言うことをまずはちょっと思考停止でもいいからまずはちょっとやってみるということそうすることで自分が1人で進むよりももっと速いスピードで行きたいところに行けるようになり望,む望んでいる結果を手に入れられるようになりますそしてあなたが3年経って5年経ってベテランになった時にあなたの後輩ができるでしょう そしてその後輩に対してあなたが教えることを教えるできることをするそれがメンターへの最大の恩返しになると思いますまとめです1だからこそ〇〇ができる何か新しいことをやるとき問題が起きたときに他人のせいにしたり相手のせいにするんじゃなくて自分だからできることは何だろうそういう発想で仕事に取り組むということ2 意たとえ信頼できる人の情報でも何が意見で何が事実なのかそれをしっかりと分けて自分で考えて判断する3アイメッセージで伝える相手も自分も大切にしながら自分の気持ち自分のアイデア自分の考えを主張するということ4プラン C を想像する A が正しい B が正しい私が合っているあなたは間違っているではなくてどちらも正しいその状態で私たちにとったらどんな選択がいいでしょうかっていうのを一緒に想像するということ。5成功ストーリーから逆算する。 もう行動する前に3か月後半年後1年後どういうふうになっていたいのかその成功姿成功物語を自分で語れるようにするそしてその成功姿をイメージできる写真であったりキーワードを常に目に触れるところに置いておくということでその成功の完成図から今やるべきことを逆算して、えー、本日のトゥードゥーリストに行動がちゃんと欠けている状態にするということです。えー6 街のイベントに参加する、今、目の前のことに一生懸命やることも大事です。 でも時には仕事を離れていろんな考え方いろんな生き方いろんな働き方と思っている人と出会いそして一緒にプロジェクトをすることで自分は改めてどういうふうに生きていきたいそしてどういうふうに働きていきたいっていうのが見えてくると思いますそしておすすめの方法としては街のイベントに参加し主催者の人と話しそして気があった人がおったら街のそのイベントにボランティアとして参加してみる街にダイブするということおすすめです 7つ目、メンターを見つける。自分がやりたいことは自分の中に答えはある。でもそれを実現する方法は自分の外に答えがある。自分がそれをどうやって実現するのか分からなくてもいいんです。もうそれを実現する、実現している人を見つけましょう。で、その人に教えを請うということ。これがとても大事になります。以上です。 入社3年で結果を出すための7つの行動習慣を紹介させていただきました。いきなり全部やるの難しいと思うので、何か一つだけ、この中から何か一つだけ選んで、それを3ヶ月やってみましょう。あなたはどれをやりますかそれを今決めてください。 そして実際やってみてどうだったのかっていうのをぜひコメントしてもらえたら嬉しいですこの動画は何度も何度も見ていただくことで潜在意識に深くインプットされて頭で考えなくても自動的にできるようになっていきますですので最低10回は見てください毎月1回でもいいし3ヶ月に1回でもいいあの節目節目で見ていただくのでも OK なのでえ繰り返し繰り返し見ていただくことで効果が発揮できると思いますそして何か変化があれば メントしてください、えー、僕はあなたが最高のあなたを表現して自分らしく働くことを心の底から応援しています。はいということで、えー、この動画はこれでおしまいなんですけどパー,トパート1もまだ見ていない方はこの後に見てもらえたら嬉しいです。 えー、あとこのチャンネルこのチャンネルの前にこの動画が少しでも勉強になったためになった、えー、参考になったおかっち頑張れと応援してくださる方は高評価ボタンを押してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるそしてあなたらしく働くためのライフスキルそして考え方を全力で紹介しています、えー、もし興味がある方自分らしく生きていきたいそのように願っているのであればチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しい です。あと SNS でも毎日配信してますので Twitter、インスタからつながってくださいはい、以上です The End それではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバイ今日もいい日だね